あ、そうなんですか。
じゃないんだね。ちょっとちっちゃいでしょ。昔からの大きさなんで。あ、昔のサイズ。サイズああ。僕らが子供から、はい、その時代に食べてた大きさのサイズ。はい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 。今だけで大だこが主流なんで。そうですね。もうちょっとこれぐらいの大きさがあると思うんですけどね。はい、本当に昔からやってるとこ行ったら確かにちょっと小ぶりなんですよね。小ぶりでしょ。小ぶりっていうかまあそれが普通なんですよね。だからね、お年寄りから子供まで食べやすいサイズではあるんですけど、ね、はい、なんかこう見た目にふわふわした感じですね。そうですね、卵がちょっと多いんで。あ、卵多め。明石焼きあるでしょ。はいはいはい、あれと配合はちょっと似てるんですよ。ああ、卵の黄身だけしかうち入れてないけど、はい、でまあふわっと焼けるような感じで、あ、黄身がかった感じの仕上がりにはなるんですけど、はい、だからまあソースを塗るだけではなくて、こういろんなバリエーションをね、塩をかけたり、マヨネーズを、あと、なんかおつゆとかね、明石焼きみたいなものをスープの中に入れて食べてもらって、はい、食べ方もちょっとね、いろいろなことができる。一番人気というか、おすすめは、そうですね、今、普通のソースがやっぱ一番出るんですけど、ソースが出る。1個は塩マヨを言うて、マヨネーズに塩とか。マヨネーズ塩、うん、そうなんですよ。ごま油にちょっと塩を入れてかけたりとか。ああ、それも美味しそうですね。予想できないような食べ方をされるんで。そう、何もかけないっていうのはありなんですか？まあ、全然素で、まあ、味、だし効いて、ついてるんで。あ、だしが効いてる。はい。卵が入ってるんで、そのままでももちろん召し上がれますけど。はい。だから、じゃあもう対照的にいいおすすめ、まあもう一回、はい、そのチーズ、とろけるチーズをもトッピングしてた、ね、乗っけて食べてもらうっていうのも人気あります。ああ結構、はい、チーズマヨタコっていうのがあって、はい、チーズマヨタコ、はい、とろけるチーズを乗っけて、ここで鉄板で焼くんですけどね。あ、そうなんですか。チーズバーグ焼いて、はい、トロトロにしといて、それをピャーっとかけて、あ、これお願いしていいですか。はいはい、はい、あ、いい匂いしますね。そうでしょう。はい。
ありがとうございます。水ちょうだい、今日水とホルモン焼きそばと、ホルモン焼きそばだけでいいわ。いや、うまい。あの、はい、ありがとうございます。美味しいですよ、これね。はい。ないから食べやすい。ああ。食べやすくて美味しいです。はい。18kg 運ぶタンパク質 CCL17 っていうのが